これでね、やっとコペンの再生計画終わりかな。コペンの全塗装計画から始まり、いろいろね不具合が出て直しましたけど、まあ一番大きかったのはタペットカバーだね。全塗装終わってエンジンがかからないっていうのでタペットカバー交換したり、イグニッションコイルをセミオーバーホールみたいなのもしましたし、この中もねいっぱいありましたね。めっちゃ配線とかね綺麗になってます。純正コンピューターもねちゃんと止めましたし、ここの配線とかめちゃめちゃこだわってやったんですよ。ここの配線をめっちゃ綺麗にしてます。はい、スイッチとかあとサブコンの配線ももうまとめて1本でくるようにしてます。なのであえてここは隠さず見せてます、配線が綺麗だろうっていういらないところなんですけど、まあ、あとは、まあ、水温センサーの線をちゃんとここから入れて、中に通してるとか、ブーコンの配線もねあまり見えないように、配線加工しました。一番やっぱサブコンをこちらに持ってきたことですかね。そうすることでここにね綺麗に純正コンピューターが元の位置に止まるようになってます。よっしゃ、できましたね。いやーもうなんかコペンいい感じになっちゃったな。いろいろとりあえずやりたいことはやっとかな。綺麗になったし、ってな感じでこれでやっと安心安全にドライブができますね。最後までご視聴ありがとうございました。